信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。スポゴミ、スポーツゴミ拾いの世界大会が開かれることになり、記者発表が行われました。ゴミを捨てない啓蒙活動の起点として、このスポーツゴミ拾いの世界大会をやろう。我々としてもぜひそこも一緒にご一緒させていただければなというふうな思いで、今回協賛を決めさせていただきました。スポゴミはゴミ拾いにスポーツの要素を加え、制限時間内に集めたゴミの種類と量をポイント化して競う競技。海と日本プロジェクトの海洋ゴミ対策プロジェクトチェンジフォーザブルーでは、高校生の全国大会スポゴミ甲子園を開催するなど積極的に推進しています。今回決まったスポゴミワールドカップは、日本を含む世界21カ国の代表が集まり、今年11月に東京で開催される予定です。大会に向け、国内では全国47都道府県で予選大会が開催され、9月の決勝大会で日本代表を決定。世界でも3月のインドネシア大会を皮切りに予選大会が始まります。みんなが住んでる星ですから、本当に全てきれいにしましょう。一緒により良い環境にしていくということを世界中の人たちと一緒にやれたら嬉しいなというふうに思います。ゴミ拾いはスポーツだ。皆さんエントリーお待ちしてます。よろしくお願いします。スポゴミワールドカップはすでにホームページが立ち上げられ、さまざまな大会情報が発信されるとともに、出場エントリーを行うこともできます。世界の海を守るために誰もが参加できる世界大会、皆さんもぜひ出場してみてはいかがでしょうか。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは、全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。